県内では今日新たに三百三十七人の新型コロナ陽性が確認されました。先週の月曜日より八十五人増えています。県は今日新たに六百七件の検査があり、三百三十七人の陽性が確認されたと発表しました。先週月曜日と比べると、八十五人増えています。また新たに三件のクラスターが確認されています。鳥栖市の有料老人ホームで十二人。 今里市の保育園で16人、神崎市の中学校の運動部で16人の陽性が確認されています。市町別では佐賀市で78人、唐津市で59人、鳥栖市で36人などとなっています。年代別では10歳未満が64人、10代が61人、20代が76人で全体のおよそ6割を占めています。 現在百二十六人が入院していて、病床使用率は二十二点四パーセント。ホテル療養者は百七十九人、自宅療養者は二千四十三人です。先週県内では千九百八十三人の陽性が確認されました。一週間の陽性者数は前の週より五百人余り減って。三月二十一日の週以来、二千人を下回りました。先週は四千八百七十七件の検査があり。 陽性率は40.7%でした。